ナンバ MG5 第8話。今回は友情を再確認できたストーリーでした。ただ、俺たち友達だよな。うん、そうだよな。ではもちろんありません。そこはナンバ MG5。喧嘩上等のシーンがたくさん盛り込まれ、喧嘩した者同士の友情ではなく、喧嘩することで仲間を守る、熱い友情を感じた回でした。舞台は広島。修学旅行で広島に行った主人公の剛。彼は五代と大丸が同じ日に広島に出向いていること。もちろんその理由も知る由もありませんでした。そんな剛は目いっぱい修学旅行を楽しんでいましたね。観光地での友達との写真撮影にお土産選び、そして宿ではお待ちかねの宇野大会に暴露大会と楽しいこと目白押しです。その裏で五代と大丸は同じ広島にいながら、大丸の中学時代の思い人ともみを救うため熾烈な戦いを繰り広げていました。広島も決して狭い町ではないのに、あろうことか病院で遭遇してしまう剛と大丸たち。訳を汲み取った剛は、自分だけキャピキャピと修学旅行を楽しむことはできませんでした。そのことでさらに友情を深めた剛たち。10代の友情、形はどうあれキラキラしていて素敵ですよね。さて、来週からはいよいよ最終章に突入です。こんな明るいドラマはいつまでも続いてほしいものですが、やはり終わりは近づいてきます。寂しいですね。剛、そして妹の銀子も通う白百合高校の前に似つかわしくないヤンシャが。ヤンシャの中から現れたのは難波家の長男たけしです。たけしは剛の異変に気づいているので、剛が通っていると信じ込んでいるヤンキー校市松高校に愛車を乗りつけたのかと思いきや、その隣にある白百合高校に銀子の忘れ物を届けに来ただけなのでした。しかしやはり隣の市松高校も気になるたけし。そこでナイスアシストをしたのが五代です。たけしに、難波は駅前まで昼飯を食べに行っていると誤魔化してくれて、剛が白百合高校に通っていることがバレずに済みました。しかし、そんな剛も高校3年生。楽しみにしていた修学旅行もあっという間に終わってしまい、進路のことで頭を抱えています。五代や大丸からもアドバイスを受けるようですが、美術部の元部長東と再会し、美大受験を決意するようですが、難波家に一波乱ありそうな予感がしますね。さて、今週は何と言っても学生生活の最大のイベント、修学旅行の回でした。修学旅行といえば、観光地を楽しんだりその地の歴史を学んだりと遊びだけで終わる旅行ではないのですが、男女共学校の楽しみといえば、夜な夜な先生の目を盗んで男女が互いの部屋を訪問する。これはどの世代もドキドキしながら楽しんだのではないでしょうか。もちろんワイワイみんなで楽しむ高校生の修学旅行ならではのドキドキです。1対1の男女が部屋でこっそりドキドキはもうちょっと大人になってからのお話ですね。先生の目から逃れるため大慌てでみんなで寝たふりをしたり、布団に潜って男子の部屋に女子がいることを隠したりと、ハラハラドキドキ。そんな中、剛と剛の意中の女子みゆきは同じ布団に隠れて、二人の距離の近さにドキドキしましたね。
同じ布団の中で苦しくないとみゆきに気遣う強し。そんな強しにみゆきは詰め寄ります。好きな子の話教えて、内緒にするからと。みゆき、高校生にしてなかなかの魔性っぷりです。好きな女の子からつぶらな瞳でこんなこと言われて舞い上がらない男子なんていないと思います。ましてや同じ布団の中で。早まる強しの鼓動、思わずみゆきの肩に手が伸びます。そのことにびっくりしたみゆきでしたが、肩をつかまれたことを嫌じゃないよと告げます。早まる強しの鼓動、いよいよ愛の告白、早く早く言って。強しのドキドキが伝わってくる顔、いよいよか。しかし、先生たちもう行ったよと布団をはぐられてしまいました。残念、思いを伝えることはできませんでしたね。しかし、そんな二人の様子を見て、同じくみゆきに思いを寄せる山田がみゆきに告白します。急なことでびっくりしたみゆきは強しに、ちょっと聞いてもらいたいことがあるんだけどと話を持ちかけるのですが、それを断り、強しが向かった先は連れである大丸たちのもとでした。ああ、ここで話を聞いてあげてたら二人は晴れてだったでしょうに。しかし、その日の昼に強しは病院で顔中怪我だらけの五代に出くわしてしまいます。五代は苦し紛れに、観光だ、尾道で風邪をうつされたと言い張りますが、強しに通用するわけがありません。なのに五代、いつもはクールでイケメンヤンキーなのに、大丸からの難波にバレてないよなの問いかけに、大丈夫だ、完璧にごまかしたと豪語してましたね。たまらず笑ってしまいましたが、今にして思えば大丸を心配させないための言葉だったのかなとも思えます。中学時代好きだった女の子ともみに何もしてあげられなかったことを悔しそうに五代に語る大丸。今回もともみを守るために広島に乗り込んだのに、病院にいることを嘆き、結局俺はあいつに何もしてやれねえのかよと歯を食いしばります。そんな大丸の様子を見て、五代は一人で大丸の仕返しを目論んでいました。強しは陰から二人の様子を見てしまったのだから、ほっとくわけにはいきませんね。その夜、強しは兄の武志が強しのカバンにこっそり忍ばせた特攻服を持って修学旅行の宿からこっそり抜け出します。大事な連れがそんな面にされてるのに黙ってられるほど人間できてねえんだよと、恐ろしく喧嘩の強い広島のヤンキーに立ち向かいます。顔をボコボコにされながらも勝利した強し。しかし、無敗伝説を終わらせたくなかった広島ヤンキー。そこで金で型をつけようと、ともみたちの借金をチャラにすると約束させました。自分のせいで強しの修学旅行が台無しになったと謝り倒し、大丸は改めて強しと五代に一生の親友だと泣きながら頭を下げ、青春ドラマさながらのセリフを笑いながら受け止める強しと五代。笑いながらも、気持ち悪いんだよバーカと返す五代の隣で、そうだ、恥ずかしいぞゴリラ、泣いてんじゃねえと強しの愛犬松が吠えます。犬にゴリラと言われる大丸って一体。友情が再確認でき、事なきを得たように思えましたが、
修学旅行中に抜け出したとして、つよしは停学になってしまいましたね。そのことで、彼のことを目の敵にしている生活指導の先生から、難波家に電話が入ります。受けたのは母、直美。もちろん白百合高校に通っていることは知りません。そのことを聞いた剛は目を丸くして驚きますが、同じ白百合高校に通う妹の銀子も同じ表情で驚いてましたね。この兄弟もなんだか団結力が増し、見ていて微笑ましいです。同じ兄弟でも一番上のたけしは心よく思っていないようですが、そんなたけしが高校の校門に愛車で乗り込みました。この先難波家どうなるのでしょう。次回も楽しみです。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。